界とかにあんまり興味が、正直言うとまだまだですね。もっと深掘りしていって聞いてみたいなって思いました。少し心が揺らいだ部分ではあったので、ね、どうもこんにちは、仙台リーメンバーの高橋鈴香です。本日はですね、インフラ整備のパイオニアの東亜ガラド工業さんに来ております。正直私インフラ業界とかにあんまり興味がなくてですね、今日は社員さんの方にどんな企業なのか、あとどういう魅力があるのかっていうところを調査していきたいと思います。ということで行ってみましょう。めちゃくちゃ正直に言いましたね。はい、ということで新卒社員2名の方と中途の方1名に来ていただいてインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。じゃあ少し軽く自己紹介をお願いしてもよろしいですか。新卒2年目の総務部に所属しています福島と申します。新卒2年目市場開発室の大塚と申します。構造物メンテ部の西川と申します。中途採用の2年目です。じゃあちょっと早速なんですけど、まだインフラ業界に興味を持ってないんですね。正直どういうところが魅力なのかっていうところ30秒ぐらいで PR してもらうことってできますか。はい、わかります。ありがとうございます。東亜グラウト工業株式会社は社員ファーストな会社だと感じております。理由といたしましては、入社してから入社研修、新入社員研修がある企業は数多くあると思うのですが、その後も数ヶ月後にフォローの研修が入ったりだとか、場所を変えて会社以外でも外部で研修を行ってくださったりだとか、こういった研修が充実しておりまして、常に成長できる会社だと考えております。研修の内容なんですけど、はい、社長も直々に参加してくださったりだとか、社長のお話を聞く機会が多いっていうのはかなりいいことだと思いますし、社長のマインドを常に感じるような会社だと思っております。ちょっとここまで聞いて、はい、すずの興味度合いが今丸三角、まず正直に現段階での、はい、気持ちをぜひお願いします。正直言うとまだまだですね。東亜グラウト工業は今までも未来までも人々の生活、社員の生活を守っていく会社だと思います。新しい技術をどんどん手に入れて、今までにないような災害、新しい敵に向かってどんどん進んでいくような会社です。2人会社の PR タイム終わったんですけど、はい、現時点での興味度合いの変化、はい、正直にいかがですか。いや正直バツなんですけど、なんでかっていうと30秒っていう中で表面的な話しかまず聞けてないので、なんかもっと深掘りしていって聞いてみたいなって思いました。私東亜グラウトに入るまでインフラって当たり前だと思ってたんですね、はい、まあ、電気や水道、道路、鉄道、いろいろありますけども、使えることが当たり前だと。ただ今会社に入ってそれの補修工事とかをする中で、そのインフラが使えるのは当たり前ではなくて、本当に大きな力で支えられてるんだなと感じています。で、その一つのですね、力に慣れてるっていう実感があって、それが非常に魅力だと感じています。またですね、お客様のためになることであれば会社がいろいろと応援してくれるんですよね。新しいちょっと資機材を導入するであるとか、また必要な資格を取るとか、いろいろ本当にどんどんと後押してくれるので、それが私は東亜グラウトの魅力だと思っています。現時点での興味度合いの変化はいかがですか。まだ×なんですけど、なんでかっていうと本当に人々の生活の支えになってるなっていう実感はあると思うんですけど、私はなんかありがとうと言ってほしいタイプなんですね。あ、直接、はい、なるほど、はい、感謝の言葉言ってほしいので、実感するだけじゃなんか物足りないというかもうちょっと欲しいなって思って×を出しました。もうちょっと聞いていきたいなって思う部分でもあったので、この後聞いていきたいなと思います。で、まずなんですけど、なんでここに入社をされたのかっていうのをぜひ教えていただきたいです。父がちょうどインフラ系の会社に勤めていたので、はいはいはい、その話を聞いてて、人々の暮らし支えてるのかっこいいなと思って、うん、でちょっと話を聞いてみようってなって、ホームページで東亜グラウト工業を見つけたんですね、うん。事業も初めに見てた旅行とかホテルよりも、このインフラ業界は本当になくてはならないような人々の基盤といいますか、うん、はい、を作るような会社だなっていうのが分かって、うん、こっちの方が自分は合ってるなというか、うん、仕事をしてる仕事の重要性っていうのがより感じられたので、うん、最終的に当社に入社することを決めました。人々の生活を支えるって言ったら、それこそ公務員とかいろいろあると思うんですけど、その中からインフラ選んだ理由って何かありますか。この会社は技術が面白かったっていうのが一つ理由にあります、うん。例を挙げると、下水道の洗浄の技術を使って、うん、下水道をきれいにするっていう事業を展開してるんですけど、うん、洗浄の仕方がアイスシャーベットのようなものを流
出して全部汚れを落とすような感じで、環境も考えながらユニークなやり方で咲いてるっていうのがすごく印象に残って、うん、なのでインフラ業界私自身大学の頃に、はい、ちょ農学部だったんです、うん、農学部って聞いたら、まあ、土木インフラと関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど、はいはい、農学部の中に農業土木という分野がありまして、まあ、田んぼとかを作るとか地盤を作っていくっていう分野がありまして、でそこの分野専攻をしていました。やっぱりそういったものってインフラとすぐ密接に関わっているので、建設の中でも土木に絞っていろんな会社を見ていったっていうのがまあ始まりになります。で私自身どこの会社がいいとか就活始めてやっぱりまだ分からないので、第一志望っていうのを決めずにいろんな会社を見ていって、そこの中にまずドアがあった、やっぱ同じような会社っていうのはやっぱ何個かあったんですけど、その中で、まあ、トワークラウドで YouTube のアカウントがありまして、はいはいはい、でその中で社長が会わなかったら辞めてもいいっていうようなタイトルのものが一つありまして、うん、初めての就職活動で不安があったんで、うん、そういった時にその動画を見て、この会社だったら私自身合っているのかなっていうふうに思ったんで、何社かある中でトワに絞ったっていうのが入ったきっかけになります。どういうところが合ってるなって思ったかお聞きしてもいいですか。社長って社員一人一人を見てるっていう感覚ではないと思ってたんですよ、うん、一人一人をちゃんと個々として見ているように感じたっていうのが魅力でした、うん、実際入ってからも人をすごい大事にしてるなっていうの伝わってきたりしますか。企業が大きければ大きいほど社員のことを把握するのって難しいと思うんですよ、うんうん、それに対しても一人一人をまず個人名でちゃんと覚えて、うん、もちろん会ったらじゃあ挨拶してくれて、で普段の業務に関して質問してくださったり、はい、研修で社長研修がありまして、うん、本当に身近に接する機会っていうのが魅力とやっぱりつながっている部分なのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。中途で入社されたんですね。そうですね、はい、なんで前の会社からこの会社に移ってくると思ったのか。まあ、元々私和菓子屋やってたんです。あ、全然違うんですよ。ちょっと異業種なんですけども、はい、まあ、それこそ直接お客さんからですね、ありがとうとか美味しいとか言ってもらえる仕事をしてたんですけども、はい、その後北海道にちょっといろいろ仕事やってまして、まあ、その中でですねフォアグラウドの先輩社員と出会ったんですね。その方がドローンを使った新しい点検商品の開発を北海道でしてて、ちょっとそれをお手伝いするきっかけをいただいて、でそこで一緒に仕事する中でですね、その新しいことをチャレンジすることをすごく楽しそうにしてることに魅力を惹かれてですね、うん、まあ、入社してみたいなと思いました、はい、まあ、その後面接とかを通して、まあ、今の上司、などともお会いしてですね、まあ、こういう人たちと一緒に働きたいという、うん、まあ、人に対してですね魅力を感じて、まあ、入社を決めました。どういう時にやりがいを感じるなとかってありますか。朝通勤通学に使う地下鉄とかですね、うん、まあ、鉄ありますよね。入るまではですねもう動くのが当たり前だったんですよね、うん、いざ自分がですねそこに携わってみると本当に始発の電車がですね出るっていうのはもう本当に1分1秒を管理しながら毎日補修工事をしててですね、でそれがきっちりと時間通り終わらないと始発が定時に出ないんですよね。それを本当に毎日毎日こなしてるっていうところで、まあ、直接そのありがとうとかは言われはしないですけども、うん、無事にその始発列車がですね運行するってことをですね確認できた時は、あ、まあ、今日も無事にその日本のインフラといったらちょっと大げさかもしれませんけども、うん、その通勤通学のですねを使われる皆さんの役に立ったんだなっていう実感を私は持つことができます、うん、はい、具体的にどういう仕事をしてるのかって今お話を聞いて気になったんですけど、どういう仕事をされてるんですか普段は。今直接やっていますのは、はい、まあ、地下鉄 の, このトンネルがあるんですけれども、うん、そのトンネルが老朽化とか、うん、ひびが入ったりですね、はい、漏水っていってこう水が垂れてきたりするんですね、うん、まあ、それを放っておくと悪影響が出ますし、うん、そういう危険性があるところを修復する、今それを担当しておりまして、地下の構造物トンネルをですね適正な状態に、保っていくと、安全を、まあ、キープすると、うん、まあ、そういったことをやる仕事をしています。ぶっちゃけ入社して良かったと思うか、もしくは後悔してることがあるか、で良かったと思ったら丸で、ちょっとでも後悔してることがあったら×でお願いいたします。せーの私は老舗が好きなんですよ、はい、で私の中で老舗の定義っていうのがあって、同じことをですねずっと続けてる会社ではなくて、うん、常に新しいことに挑戦して
で、その結果として時代の変化に対応して生き残っている会社のことを老舗だと思ってるんですね、はい、で、東亜グラウンド工業っていうのは、まあ、私ももちろん入社前ずっと前の話なんですけども、もともとは地盤改良というですね、あの大きな建物を出るときに強度をですね、土地に与えるために地面の力を強くする、そういった工事から始まった会社なんですけども、今はそういう構造物のメンテもしてますし、防災の仕事もしてますし、管路といいまして下水管の管構成の仕事をしたりとか、あの一つの事業にとどまらずいろいろやってます。また M&A などで北海道や九州にもグループ会社がっていう会社なんですね。またやりたいことがあればですね、どんどんまたさらに後押しもしてくれるっていう会社だから、私は老舗だなと感じてて、やっぱ そういう老舗が好きな私としては、まあ、そこで働けるってことは嬉しいことだなと考えて始めます。はい、あの代表取締役社長の山口です。実は私も転職組でこの会社の社長になってるんですけど、はい、来たのは2017年で、はい、今年で7年目かな、社長。そういう人間です。うちの会社なんか実はインフラメンテナンスとか目立たないんですけど、実はね、すごく魅力ある市場なんですよ。で、我々生活していく上で安全な道路があって、安全な橋とかがあって、安全なそれこそ地下鉄なんかが形成されてないと、いきなり道路陥没を起きていつ命失うかわからないので、ひょっとしたらその YouTube の仕事とかね、テレビとかもうなくなると思いますし、車もなくなるかもしれない。そんな中で、あの安全安心な生活を守るっていう仕事だけは絶対に必要なんです。で、その中でこれからブレイクするのは、あの少子高齢化進んでるから、どん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 無人化施工とか無人化で調査するとか、どんどんそっちに行くんですね。その時って AI とかロボットとか IoT とか、この辺一番必要なのはインフラの業界なんです。だから私は技術系の学生なんかもどんどんこのインフラの業界に来てみて、ロボット開発してほしいなって思ってるぐらいで、メタバース広報もやりたいし、 VTuber の広報もやりたいし、そんなことでも、あの毎年予算決めてて、その予算の中で好きなあの PR してくれ、どんなお金の使い方してくれてもいいよっていうのも結構やって言ったりしてるので、さっきちょっと見ながらあったチャレンジする企業っていうのは結構あのやってやってっていう、僕自身がそう。それこそ広報とか PR の仕事やりたいなっていうふうに思ってたんですね。だからそこにすごい予算かけてくれて、どんどん新しいことやらせてくれてるっていうのは、ちょっと少し心が揺らいだ部分ではあったので、なんかちょっと今揺らいではいるので、ね、最後の釘刺しというか、もうぜひうちに来てほしいよ。とはですね、まず市場の魅力は先ほど申し上げた通りで、はい、あとその中で当社は新しい技術を海外から引っ張ってきて、それをあの日本で独自でカスタマイズして やってる施工会社なんですよ。で、これが実は収益の源泉になってて、さっき何百社何千社何万社って建設業あるって言ってましたけど、収益率でいうとベスト10に入ってます。だから非常にちっちゃいけど儲かってる会社、はい、で、それの源泉になってるのはここにいるみんな従業員で、この従業員たちのチャレンジも諸先輩方も含めてですけど、みんなチャレンジした結果、失敗もありますけど、チャレンジした結果が今だと思います。まあ、従業員が宝かな、結局それをもたらしているのはこの人たちの力なの で私は社長に就任して一個約束したのが、失敗は奨励する、チャレンジどんどんやってくれる、チャレンジしない方が評価してない、それはもう毎年のように言ってるの でこれからもどん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 チャレンジして成長して、まあ、会社も個人も一緒のようになって成長していく会社を目指していきたいし、当社に来ていただいたらそれができると思ってます、うん。今後会社としてどういう新しいことに挑戦していきたいなってあったりしますか？当社のパーパスっていうか、うん、存在意義が地域再生とか、うん、地方 その魅力創出のための町のお医者さんになる、うん、さっきインフラのお医者さんっていう話があったんですけど、はい、インフラのお医者さんはある程度もうできつつあるんです、うん、で最終的には町が存続して初めてインフラで必要になるので、苦しんでる地方 の仕事を作ったり人口を増やしていくような町づくりみたいなところ、そういうところに貢献できる会社になっていきたいなと思ってて、私は将来的にはですね、このインフラで観光事業やったり、インフラやってる我々が観光事業やって、全国でインフラやってる我々がミシュランガイドみたいなするなんかおもろいと思ってるんですよ。そんなことやっていきたいなと、うん、はい、何年後ぐらい、まあどうかな、僕はすぐやりたいんですけど、社員の了解を入れないと思うんですね。インフラメンテナンスのお医者さんはね、社員の了解を得てるんですけど、多分でもここにいる皆さんはやるって言ったらこの辺を応援してくれるかなって、うん、西川さんにも、ね、やってくれて言ってるんで、そのまんじゅうやもう一回やってくれても構わない。ということで、今の話
話を持ってちょっとでも興味を持った方は下の概要欄から次採用ページチェックしてみてください。ということで、タワーガールズの皆さん、本日はありがとうございました。